はい、あゆみです。よろしくお願いいたします。それでは今回は10秒将棋、相手の方は四段の方になりました。よろしくお願いします。ちょっと今回はね、リクエストいただきました、この一間飛車戦法でいってみたいと思うんですが、まあね、まあ結果的にあれかな、左穴熊みたいな感じになりそうですかね、これは。いや、ちょっとなんか相手もなんか怒ってる感じすんな、これなめんじゃねえぞみたいな、ちょっとそういう気概を感じますね。なんか気のせいかもしんないけど、つくか、銀引かせて普通の感じにやっていきますか。うん、普通の穴熊に組んでね。まあ本当は一間飛車で結構軽いさばきが特徴的だったりするんですが、まあいいでしょう。どっちかっていうとなんか中飛車左穴熊みたいな感じですね。どっかしらのタイミングで飛車回って金決めさせるみたいな展開はありかな。いやー、どうすればいいんだこれ、困るな。さばきの糸口がよくわからない。金寄ってくれたら飛車で決まるんですけどね。ああ、さすがに、ちょっとそんな甘い手は、許さねえと。まあまあまあ。二飛車から向かい飛車にしてくるって感じですかね。やっぱり。ただ、どうなんだろうな。あんまりこっから交換したところで、向こうそんなに。いや、でも、嬉しいのかな。2飛車には3六銀と出てね、なんかゴリゴリさばいちゃいましょうと。まあ一回3三桂か。私困ったなこれ。そうですね、3三桂痛いなこれ。やっちゃったか。3五歩突くと4七銀で自然に向こうの角道も止まるという寸法でございます。6五銀なら4五歩突いて、角引けば5五角とさばくことができて、それはちょっと一見ペースかなと。突いてみっか。焼き上がるか。ちょっとでもか、重いかな。これ次5六歩同歩同銀でくらい取り返せるかなと思ったんですが、パンツ脱ぐ手があるかもしんないこれ。ああ、一回上がるとどうすんだろう。つくか。まあちょっと2六歩同歩2八歩っていう筋がありえるんで、なんかあんまり歩渡したくはないんですが。ああ。いやー、ちょっとわかんないな。これで3五歩から3四歩入れば優勢なんですけどね。どうすんだろう。5五歩ならどうしよう。銀どっちに引くのか。ああ。5五歩打つとどうすんだろう。取って取って。これは、ミスティークの可能性があるかな。ああ、そういうことね。5、6、7、8、9。いや、なるほどね。同金同角5三銀ならどうすんだろう。5、6、7、8、9。ちょっと飛車がね、良くない位置にいるんで、まあ同角5三銀ですね。歩があれば5三歩なんだけど、あ、そういうことする。そうですね、2、3、4、5、6、7、8、9。いや、ちょっと5三だったかな。同玉か同金かまた難しいですねこれ。あんまり打った飛車が
5、6、7、8、9。ちょっとしかしこれ44金で取られちゃうな。失敗した。ぶった切るか。そうですね。2、3、4、5。腹いせに薄くしましょう、ちょっとこれは。形勢は混沌としてしまいましたね、これは。3、4、5、6、いやこれ良くはないな。6四歩、同歩、7一銀が結構きつそうなんで、6四歩まで行けばやりそうなんですが。うん、これもう一回飛車ここにいるのちょっとね引いて受けに使っていく方が本筋かもしんない。ああ、2、3、これはしかとぶっこきましょうよ。5、6、7、8、これはしかとぶっこいてね。角成りから6六角が受けづらいとかそういう、まあしかし受けづらいとは言っても受けなきゃいいんじゃねえのっていう。ああ、どうですか。3、4、これ7一銀が6、7、8、詰めろですね。で金引くと6四角と出て詰むんで、まあこの馬は見なかったことにして、なんかこの6四角の、これ6四角出たらどうなんだろう。必死級じゃない。6、7、8、9。ちょっとなんか取れる馬取らずに角出るっていうのは普通はありえないんですけどね。穴熊ならあり得ると。まあしかし6に飛車打つのかな。はい、これ積んでますね。3、いや取れる、いや今もかっこよかったですね、言われながら。取れる馬を取らずに6四に出て寄せ切るっていうのはちょっとかっこよかったんじゃないでしょうか。自分で言うなよって話ですけどね。ありがとうございました。お前がナンバーワンだ。はい、それでは感想戦やっていきたいと思います。まあ一見飛車の出だしになって、こんな感じに進んでいったんですが、そうですね、まあ、向こうが穴熊に組んで、結局なんか、居飛車対中飛車の相穴熊みたいな戦いになってきました。ここですね、実はここ7五歩と突く手があって、これだったら、ちょっと一見飛車側がまずかったかもしれません。簡単な狙いは、まあ同歩だったら、あれですね、まあ、打つとか、で、同金に、こう、取って、なんか銀さばくとか、こんな感じでちょっと、まずいかなと、思いました。まあ、同歩と取る手も、ゼロではないんですが、非常に危ない気がしたんで、やめたんですけどね。ということで、まあ、仮に打つかれていたら、ちょっと、5五歩とか打つしかないと思うんですが、取り込まれて、角逃げて、まあ、歩垂らされて、まあ、仮に取ると、この6六角みたいなさばきがちょっと嫌だなと。まあ飛車引くんですけど、これはちょっと垂らしの歩が利かされた感じで非常に嫌なという感じですね。まあ、歩はあとここから垂らす手もありますね。仮に3一角成なら5九歩成とと金作っといて、ちょっとやっぱりこのと金かなり大きそうですね。うん。なので歩ならまあ飛車引いたりするんですが、歩成同角で角筋をこうね、かわされてからの、なんか、場合によっちゃもう5五銀と突っ込んできて、角を目標にしてくるとか、いろいろやり方があるんで、ちょっとね、自信がなかったです。ということで、まあ、疲れたら自信なかったんですが、本譜、パンツ脱いできたんで、まあ、5五歩で、これはいけるかなと思いました。桂跳ねもいい手で、まあ、仮に5円歩だったら、こう取って、同銀に、まあ、こう5七角みたいなラインが非常に嫌すぎるので、できないですね。まあ、ということで、角逃げて、まあ、さばき合いになったんですが、まあ、これなら、直感、飛車打っていけるだろうと思ってました。うん。実戦も、まあ、そんな悪くない進行ですね。ただ、ここでは、角はここから打つべきでした。本譜は、ここから金打たれて、ちょっと、飛車角両取りで、しまったな、という感じになってしまいました。まあ、同飛車でいければいいんですが、ちょっとね、銀打っても銀で千日手にされてしまいそうなんで、自信ないですね。ということでちょっと気を取り直して、もう、あれですね、とりあえず薄くして飛車下がってと。これも悪くはないんですが、
だったら何のために角打ったのかっていう話になってしまうんで、非常に良くない手順でしたね。で、実戦は銀打たれまして、で、歩突いて、この歩は結構急所に効いてるかなと思いました。で、ここで向こうは6六角と打つのが、最善だったようです。これ例えば歩成りだったら、まあ、角成りから7八金で詰んでしまいますんで、なんか受けるしかないんですけど、まあ、例えば、この辺に銀受けて、粘るんですが、じっと手を戻されておいて、で、結局、この端の飛車も守備に活用して、まあ、しのげるかどうかという感じになるんですが、例えば、銀成りとかも結構嫌味な手になってますし、まあ、これなら、そこそこ、若干こっちが良さそうではあるんですが、ちょっとこっちが、ね、まあ、いい勝負だったかなと思います。実戦は6八角だったんで、歩成りが思いっきり効きました。で、角成りで、仮に同角だと、例えば何でしょうかね、飛車打ちとかで、これが詰めろ角取りになって非常に厳しいんですが、ここで無視して、7一銀と打っていったのが自慢の一着で、仮に8六馬なら、まあ、8二銀成りから、同玉に、7二金で向こうの王様が先に詰んでしまうということですね。まあ、ということで、ちょっと俺はできないんで、銀受けてきたんですが、まあ、そこで取れる馬を取らずに、6四角と出たのが決め手で、勝ちになりました。まあ、これで、ちょっと受けが難しいですね。まあ、歩とかついても、まあ、と金入れば必死だし、まあ、銀成りから詰んでますね。うん。銀成り、取って、取って、取って、金打って、あ、銀の方がいいか。まあ、銀打って。これで8四に出させないようにすれば、詰んでますね。はい、ということで、まあ、最後、ちょっとかっこいい。ちょっとね、この取れる馬を取らずに角を出たのが印象深い一着となって勝つことができました。まあ、ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。